はい、ウェブ解析士協会さんは和歌さんの方で行いますエキスパート講座の方に参加することになりました生成 AI が変える SEO 対策と SNS 反則というテーマで最短で結果を出すデジタル戦略ということで行います2回講座になってまして11月4日20時から21時30分の90分間そして 2回目が11月26日の火曜日の20時から21時30分。両方ともズームで行いますので、気になる方はですね、ぜひ申し込んでいただければと思うんですけど、で、こちらのも題、ね、ちょっと時間がね、僕的に短いんです。本当はそれぞれ3時間ぐらい欲しいんですけど、90分しかないので、ただ、ウェブ解析士協会さんの皆さんって結構レベルが高い人も多いので、まあ、チャット GPT とはあとは生成 AI とはっていう話なしにいきなり本題から入れるので、まあ、あの、ポイントだけですね、喋れるんかなと思っています。 はい、こちらのものを行いますので、よかったら申し込んでいただけば思ってるんですけど、でまずね、あの初回が SEO 対策の話ですね、がありまして、で2回目が、えー、SNS 反則の話ということで、生成 AI を活用すると、ここまで、ねえー、反則とか、えー、SEO 対策ができるんだよということについてお話しいたしますので、ぜひです、ねえー、参加を待ちしてますということで、えー、行いたいと思っています。はい、よかったら、ね、申し込んでいただければと思います。 この内容をですね、PR タイムズの方にプレスリリースをですね、ウェブ解析師協会さんが打っていただきました。ありがとうございますで。これによってですね、いろんなとこが記事として取り上げてくださっています、まあ。というか、PR タイムズからの自動連携になってるんですけど、ちょっとね、ワンタブでまとめてみたんですけど、ちょっと順番に行きますとですね、はい、これちょっと全部開いていきますと、まずですね、Cnet Japan さんの方から始まりまして、ちょっと順番に見ていきましょうか。 はいえー、シーネットジャパンさんの方のニュースですね。えー、今回の内容が、えー、告知されています。えー、さらにはこちら線、II、えー、ってこれ名前が面白いんですけど、II さんの方にも、はい、今回のニュースが出ています。そしてビッグローブのニュースの方にも掲載されています。でなぜか福島民謡さんの方にも出ていますということですね、えー。毎日新聞にも出てたと思うんですけど、ちょっと見つけられなかったんですが、そしてこちらですね。 はい、えー、イザさんの方にも出ています。そしてこちらの方ですね、これ、えー、なんて読むんですかね、XEXEQ というですね、どこにも今日の内容が出ています、えー。さらにはマピオンニュースにも出ています。そして、えー、こちらですね、これ、SDN マガジンというものでしょうかね、の方にも、えー、告知がされています。 そしてこちらですね、えー。よくわかんないんですけど、こちら、これは Google アラートなんで自動的に出てるだけだと思いますけど、みたいな形で、えー、たくさんのとこで告知も出ていますので、えー、よかったら皆さんですね、えー、毎日新聞も確か出てたのと思うんですけど、えー、見てみてください。